まあでもたまたま僕はね、ついこの間まで、地元に帰らせていただいてて、はいはいはい、青森の方に新幹線で帰ろうと思って、はい、でギリギリまで日程が分かんなかったから8月の、うん、ギリギリに取ろうと思ったらやっぱ新幹線は空いてないっていう風になって、あ、うん、で、あ、じゃあバスだなと思って、うんうん、でバスも青森までですから長いですよ、言っても長いですね。で、いつも帰るときはね3列シート、はいはいはい、だからバスの中に3列シートがあって、うん、そうするとねやっぱゆったり帰れる、うん、4列シートだとやっぱまあちょっと体型にちょっと難がある、まあ、ちょっと個性ありますもんね、まあ、個性ってまあ言い方が嫌だけど、だからさ、うん、4列シートの場合ってさもうここのこの余裕もないわけよ、もう多分この感じよ、まあ、いや厳しいな、隣嫌でしょ、俺の隣嫌です、ね、4列シートの俺の隣嫌でしょ、めちゃくちゃ不愉快ですね、でしょ、だから俺はそれ自分でも分かってんの、はい、だから俺予約するときに、はい、まず最初に3列シートを事前的に予約するの、3列シートだったらこれがないから3列シートの前絶対もうこれぐらい離れて、あともう一個こっちに離れてるから、めちゃくちゃ平和ですね、平和じゃん、はい、誰も傷つかない、はい、3列シートも埋まってて、はい、で4列シートしかないんですよ、つって、うん、あじゃあそれでいいです、はい、で上野から10時に出発のバス、うん、朝のね、はい、で10時から、弘前っていうところに着くのは19時半、9時間半のバス移動よ、厳しい、見たわ、その4列シートで日本で一番長い距離移動するのが俺が乗ったバスだった、うわ、日本一なんて4列シートでその距離的に言ったら一番なんだって、そこまで行くのが、はい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 、で俺それに予約して乗って、はい、でまあ10時だったから俺はまあ大体45分ぐらいに上野の駅から5分ぐらい歩いたところにバス停があった、その高速バスの、うん、はい、でそこで待ってて、そしたらバスが来てくれて、まあ、案の定4列シートよ、奇跡の3ないかなと思ったけど、はい、まあ、案の定4列シートで、まあまあまあ、で45分に着いたから、まあ、そのままパッて座って、うん、そしたらまあ誰もいないわけ、隣にはまだね、で45分50分、はい、あれ来ないな、はい、まあ、でも50分ぐらいじゃん、うん、55分、うん、あれ待てよ、俺これ2列いける、奇跡起きた、58分、はい、来ません、はい、59分、はい、もう何だったら中にあった俺の持ってた荷物こっち置いて、まあ、置いていいよもうそれは、もう大丈夫でしょう、はい、59分まだ来ません、あーもう勝ちだ、10時、はい、来ません、はい、バスのドアプシューよしで、ちょうど信号待ちした、はい、そこで、はい、よしって思ったらドン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 ってバスの外を叩く音が聞こえた、はっ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 はくんなくんなと思って、汗かいたデブはちょっと厳しいな。で番号を見ていくの、うん、でおおちょ怖い怖い怖い、もう俺ドキドキバク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 立ち止まった、はい、ここだったんだよ、きちいチェックメイトじゃん、チェックメイト、きちい